今映像をチェックしてる。さて諸君、変態コールだ。とんだ厄介者、破滅させるぞ。お風呂素材には事欠かないな。いつ会える？週末用に新しいのが欲しい。値段が上がるぞグリズ。こいつはとっておきだ。一人につき一人。ふざけるなよ、買う先なら他にもあるんだ。こいつは最高の。ちょっと待ってろ坊や、パジャマを着て歯を磨いてね。なんだ、お前の好きそうなのが入ったぞグリズ。2000ドルだな。2000ドル冗談だろ。一体何をしてんだグリズ。俺は何もしてない。おい、聞こえるか。ああ、そっちの問題だろ。くっそグリズ、聞いてるか。この役立たず、邪魔しやがって。一体何がどうなってる。俺が一体何しとってんだ。数千ドルがパワーだ。雪の結晶、小さな子供たち遊びの時間、お風呂、素材。どんなふざけた野郎が覗き見してやがる。雪の結晶、俺の家から出たけ。必ず見つける、見つけ出せ。ああ、今行く、今行く。届いたか。ええ、本当にひどい。カメラに手を突っ込んで首を絞めてやりてえよ。心配いらない、この映像はもう出回ってるから。放っておいても世間が首を絞めてくれる。マーカス、フォロワーが情報を送ってきた。ホームの CEO にはまだまだお仕置きが必要ね。聞いてくれ、ルームランナーで走ってたらトレーナーを連れてやってきた不機嫌そうな男にどけと言われた。見覚えがあったからジムで聞き回ったんだ。ホームトップのスティーブン・ベイダーだってさ。金持ち野郎は順番待ちするゴミ分じゃないらしい。なあ、ホームの CEO 主演でエクササイズ失敗ビデオを撮るってのはどうだ。スティーブン・ベイダーか。喜んであの大バカに話を書かせてやる。なんでエクササイズビデオなんだ。のぞきやスティーブはジムにいる。ショーの準備にかかってくれ。一足早いクリスマスだな。さて、次のニュースです。スマートハウスを提供しているホームが現在プライバシー侵害の疑惑に直面しています。漏洩した書類によれば、ホームは自社の監視システムから得られた個人情報等を主に保険会社に売却しているとのことです。ホームの広報担当者エレナ・チャオ氏は、情報の売却はプライバシーの侵害には当たらず、この件は全て契約に記されているとコメントしています。マーカス、ホームの状態はどんな感じ。 CTOS2 世だな。つまり連中がブルームと取引してても驚かないってこと。今後も続くとしたら驚きだ。全取引が中止されたはず。どんな条件だった。 CTOS コードがホームの基盤になってる。回収したデータはブルームへ、割引価格でね。ちょうどいいタイミングだったな。よし、 CEO はあそこだ。楽しんでもらえるといいけど。一泡吹かせてやれ。
取れたか？マーカス、今日経験した中で最も美しい光景だった。ビデオを公開する。ろくでなしがトレッドミルで転ぶあの純粋な美しさは世界に平和をもたらすぞ。お前が平和を望むとは。例えとしての平和だ。